どうもこんばんは、中野敦です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後は予想数字の発表をしたいと思います。まずはロート6から1口目。1つ目が3、2つ目が12、3つ目が14、4つ目が18、5つ目が21で、最後の数字が42です。続いて2口目。1つ目が2、2つ目が3、3つ目が21、4つ目が22、5つ目が27で、最後の数字が36です。1口目は10番台多めに予想してて、2口目は20番台多く予想しました。続いて、ロット7か。1口目、1つ目が1、2つ目が2、3つ目が7、4つ目が8、5つ目が21、6個目が23で、最後の数字が37です。そして2口目は1つ目が21、2つ目が23、3つ目が26、4つ目が29、5つ目が32、6個目が36で、最後の数字が37です。ロト7はかなりその極端な予想したけど、1口目は1桁、4つ予想してて、2口目は20番台と30番台だけだからかなり偏ってんねんけど、まあその理由が、前回1桁4つ出てるから、次は出ない可能性あるかなと思って、2口目は1桁入れてないねんけど、あと10番台もここ最近ちょっと出過ぎてる。ここ最近ちょっと出過ぎてるから出ない可能性あるかなと思って、それで、2口目は1桁と10番台なしで20番台から予想しました。まあとりあえず、ロト7これでいこうかな。かなり偏ってるけど、ロト6もこの2口で勝負したいと思います。明日はロト6の抽選日か。当選できると信じて、結果待とうかなと思います。それでは今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。